ね、ただいまただいまおかえりなさい。最近弦が使ってない。次はそうやで、四天王の誰がいい？ブンタンでお願いします。あ、ブンタンで、おー、なるほど。やっちまったあ、オッケーオッケー。いやー、やってまった。やって弦が練習してきます。このやばいな、ね、まあ来月がね、控えてるから。ちょっと言い訳としてピカチュウしか使ってない。で、まあ今回その四天王戦でもうピカチュウいますからね。そう、ピカチュウ使えないんですよね。四天王が同じキャラ使えないんで、四天王と、はい、でピカチュウがちょっと使えないっていうので、まあピカミラーにはならなかったと。すごい、四天王が挑戦者に煽られてますよ。まだあのこれポケモン本家やったら信じられない状況ですからね。まあ、あるあるで、あるあるで。なるほど、なるほど。スイ君久しぶり。え、ちょっと待って、四天王どんだけサブキャラ触ってんの？いや、まあ保険を張ってるみたいな感じで。そうですね、みんな保険張ってるだけだと思うんで。やっぱり人間なんで緊張してるんでしょうね。うん、さあさあ、まあまあまあ、おーっと、ここでなるほどなるほど、ミサキという話です。さあさあ、お互い様子見ているところに内野を通してくる。まあ、やっぱりブンタンはね、相手の動きに合わせてタコを作っていくっていうところがすごい優れてる人なんで。おー、うまいね、今の。はい、コミキャンしてましたね、うん。さあさあさあ、うまい、減る。さあこれで、まああと、あれやね、関西では古来からの因縁の組み合わせやね、これは。ピカチュウとスイクって、あー、まあよく見る組み合わせで、よく見る組み合わせ、かなり人数多いね、そうそう、関西だと。あーっと、これはしっかり勝っていく、しっかり勝っていく。あー、ただ死なない、ただあと1。まあまあまあ、相手の共鳴のことを考えても、うん、まあ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 、まだちょっと、あおっと、これで取っていく、すごいね。さあさあ、ダメ足、投げ通して、まあこれで一旦共鳴は切れましょう。まあこれでほみかく一撃で死ぬんで、うん、二択ですね。投げ届かない。お手手ちっちゃい。一応知識はあったのに。そうですね、ないない、一応知識はあったんですけどね。なるほど、まあ投げが確定するんですよね、うん、あの状況、あの距離が近ければ。さあさあさあ、 JX 差し込んで、さあここは 4D か、しっかりと8倍でやったけど、ね、ハイドロポンプまでは入らない。さあビクティニー、まあ、ただ相手ビクティニー使ってるんで、そうですね、ちょっとゴーけど、おっと中に入り込んで 6Y 差し込んでいく。ただここでスイ君が強めを使っていく。なるほど、しっかり使って投げてくる。まだピカチュウのターン終わっていない。おーっと、相手の暴れに対してバーストを差し込んでいった。まだこれは死にはしない。強めもスイ君有利と。まだそうですね、クリティカルもあるんで全然ワンチャンあります。ワンチャンありますね、ここからですね。おーっと、これ投げを入れて、まだ強め余ってる、強め余っている、溜めて削っていく感じですね。おーっと、うまい。相手のボルゼッカーを8枚で取って、8枚で取ってバーストですね。いや、うまい、減るんすかね。いや、そんなにまだ逆転はしないと思う、うん、ただ、おっと、ごめんなさい、減りすぎって言われました。すいません。そうはここで、まあまあまあ、これでジラーチ含めここの FP 取ったらピカチュウは共鳴できるでしょ。おーっと、うまい、バックス呼んでましたね、今、今呼んでましたね。で、ここで投げにデュークス。おーっと、読みましたね、投げを読みましたね。さあここで1-1という形で、おーっと、ちょっとあれですね、ミラコのちょっとなんか初動が見えましたね、今週、うん、全部見てからちゃんとやってるんですけど、ちょっと10万ボルトが早くて。そうですね、辛い状況ですね、うん。あ、でもクリティカルが入って、から入って、まあ、このまま、おー、表面が溜まる、表面が溜まる。まあ、ここはそうですよね。さあさあ、画面端、この位置は嫌ですね。おーっと、さあさあさあ、ここで、おーっと、これはガードしてた、削れる、削れる。ただジラーチある、これ表面溜まる、表面ある。さあさあ、
おーっとここで取っていく。うまいこと刺さってますね。刺さってますね。おーっとこれはすかしたところに JX 差し込んでくる。これでかい。おーっとこれは表面溜まって画面端。おーっと投げを通してくる。これ持ってきますね。持っていきましたね。おーっと先に一本を取ったのエンジン調子づいている。いいですね、いいですね。あ、まずいまずいと、まずいまずいと視線のちょっと緩いかな。ちなみになんかやっぱあれやで、サダムネ君煽られてるよ。サダムネ君挑戦者って。まあ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 、僕いつも挑戦者のつもりでいるんで。もう初心を忘れないみたいな。初心忘れないよ。さあさあ、まあ先に1本取ったのエンジンガードできない。すごいね、なんかいい声やったね、うん、ちょっとマジで驚いた、マジで驚いたね。おーっと引きずり下ろして、おーっと見てから、これはうまいボルテッカー。あ、僕もピカチュウ使ってるんで、うん、分かるんですけど、うん、あ、スイ君に近づきやすいですよね、ピカチュウ。あ、ピカチュウは近づきやすいですね、うん、500って読み合うより比較された方がスイ君は辛いんじゃないかな。うん、それは確かにありますね。おーちょっと安いか。さあさあ、ちょっとあれですね。おー、うまい、やっとできた、やっとできた。ずっと狙っていたものができた。これでうまい。いやー、ちゃんとあれですね、とがめてきますね、うん、お見合い状況で相手が握手を打ったら。さあ、オーロラを差し込んできた。さあ、6X 先端距離を意識して立ち回っていく。ここからの管理能力分担は非常に高い。からビクティにやって、正面まだ弾あった。見てからやってるんですけど間に合ってないですね、やっぱり。確かに、しっかりとブロックでクリティカル取っていく。さあ、ここで 5X、 5X ですね。おっと、これは確定ですね。はいはい、ブンダーさん、ビクティに選んでる理由が 5X クリティカルした後にコンボが繋がるからって感じですか。そうですね、基本的に強めたまりやすい相手には拒否タクを作れるんで、あ、しっかりと暴れて、さっき食らったからこれは学習してます。学習してますね。間に合うんだな、これがってやつですよね。さあ、この距離でリーチしているのは、おーっと、JY 差し込んでくる。ここ平地まで行きますね。あー、もったい、これはでかい。バーストじゃない、表明して前へして、おーっと、挑戦者だからできる。すごいね。ここで使って表明まだ溜まんないけど、表明溜まった。まあ、そうですね、表明溜まって、さあ、こっからのどうするかって。で、こっからじゃんけん。おーっと、投げて、どうすんだろう、どうすんだろう。これガード、まあ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 、ガードにはなると思う、しっかり。ただこっからでも一発で持っていく可能性ありますからね、リク側が。さあ、確認ができ、緊張する一場面ですが、おーっと、これは、おーっと、しっかりと相手のしっかり見てましたね。あれでやるとこが10万ボルトしかないっていうのをしっかり見て、すぐ反応して。そうですね、いやー、衰え、ちょっと衰えてるのかもしれないけど、全然健在のうまさですね。まあ、ただ、当社になればなるほど、ミラコの成功率高くなってきてるんで、そうですね、やっぱり取り戻してきてる感はありますね。ありますね。よくある。さあさあ、まあ、お互い1-1取って、ここはちょっと四天王としての意地を見せていくか。さあ、とにかく最初取ったのはでかいですね。でかいですね。さあ、8枚でとがめて、2枚、アイアンテール、 5X アイアンテールでチェンジ、しっかりとここでブロックでとがめていく。 5X2枚。さあさあ、ここから、おーっと、これでないですね。おーっと、喧嘩して共鳴。おーっと、すごい攻防ですね。あ、これはすかしましたね。はい、で、ここでビクティに解放。さあ、おーっと、細いとこ通していきますね。細いところ通していきますね。あ、これフェイチェンしない、正面中だったらフェイチェンしない。おーっと、ここは
いやすごい辛い状況ですね、ピカチュウ的に。おっと、これはおっと、これまでやっていた伏線を回収するかごとくの投げ、バックシュート置いた。2秒はどうすることもないか、これはどうしようもない。さあ最初1本取ったのはブンタン。さあさあこっからブンタンが取ったら残機が1つ減ります。おっと、ホミカク差し込んで、おっと前2枚、画面端から逃したくない。違う。しっかり最大コンボを入れて、最大コンボ入れて、まだ共鳴ゲージはある。ブロックで切り返してガード、なるほどなるほど、すかして、おーっと、ここでお見合いから投げだったが、これまだワンチャンある。まだまだいきますね。ここでまあ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 、何が起きるかわからないこのゲーム。しっかりと光っている。減りますね、根性乗って。そうですね、ちなみにこれってブロック成功したらクリスタル光るの知ってました？え、そんな細かいのがあったんですか？そうそう、スイクのクリスタル光んない。光ってましたね、今。そう、ブロック成功してないときは光らない。さあさあ、おーっと、これ持っていった。一撃死だと。で、ここでビクティにあるぞ。おーっと、これ死んだ。勝負強いな。勝負強い。ブンタンさん、なんたってエボ2位ですからね。エボ2位ですかね、やっぱり世界2位ですかね。そうですね、今からブンタンさんには勝てないということで違う人を選ぶのもありです。そうですね、もう一回、もう一回挑戦すると。いや、しっかりと四天王の意地を見せましたね。間違いない間違いない。さあさあ、あ、最後ブンタンさんが勝ちました。で、また再試合ですね。はい、でこれでエンジンさんがあと2ライフということでしたね。そうですね、ピカチュウピカチュウを残していた感じです。え、エンジン2になりましたね。なるほどなるほど、この名前のとこで2ライフが2っていうことですね。さあ、まあただここで注目したいところは、スイクン伝いのブンタンさんは相手の動きを覚えるっていう行動がすごい上手い人なんですよ。あ、じゃあ長期戦になるごとにきつくなるかもしれないということですか。そうですね、そうですね、エンジンさん結構似た時計なんで、もしかしたら対応されるのは辛いかもしれない。そうですね、ほんでまたスイクンが対応キャラなんで、対応し始めたらえげつないことになるので、まあ、ピカチュウ戦とスイクン戦の宿命みたいな、短期戦で決めたいとこっすね。そうですね、いや割とブンタンに出して一先はありやねん。あー、なるほど。あ、今そうか、二先で選んでるけど一先にする手もあるのか。そう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 、なるほど。そこら辺の相手の弱点をついていくっていうタクもある。何です、あ、暴れてしまいましたね。さあ、冷静な立ち回りでブンタンさん1本取る。1本取っていく。さあさあさあ、いやもう取れるようになりましたね。取れるようになりましたね。もうこの距離で振ってくるみたいな対応パターンができてるんでしょう、多分。対応力がある。対応力はすごい。お前が伝説出すのやったら俺も伝説出すと。さあ、ここでおー、かっこいい、決めてくる。あ、まあ、これはガード、ガード間に合いますね。あ、ガード1なんで、ちゃんとブロック確認します。しましたね。さあ、ここから、おー、チャンプ見せてから釣りますね、やっぱり反応いいな。反応いいですね。さあ、うわー、っと喧嘩して両目溜まってるな。さあ、ここからミラージが溜まるんで、そうですね、相手が入ってきますね。すごいですね、昔の僕を思い出すかのような投げでしたよ。3回ステップして投げに行きましたからね。おーおー、からの、まあ、ここでまだジラチ使ってるんで、あ、これは BA 確定です。今のは BA 確定やつ。あ、これは確定しましたね。あ、持ってきますね、持ってきますね。さあ、1-1。これで1-1取ったんで、勝った方が1本取るって形ですね。そうですね。さあさあ、
おっとこれはうまいですね。ピカチュウのバックステイを受けるの難しいんですけどね。あれすごいですね。ここら辺さん対応してきました。来ましたね。まあお互いの対応力が試されるって言ったとこですもんね、うん、今結構ボルテッカーしてるところ掴まれた。いや今のクリティカルっぽい。ただのクリティカルっぽいですね。様子見ていただこうね。おっとこれでホミカク差し込んでくる。投げてましたもんね今ね。緑が見えてましたね。ピカチュウ一段止め後の投げも結構難しいんですよね。弱めるジャンプしてるかな。おちゃんおお。あ今共鳴が解けたところにアイアンテールが入ったんですね。ジャンプが出なくて、はい、ジャンエクスをしようとしたんですけど。あなるほどなるほど。ジャンエクスでもジャンエクス。あでもここ辛いですねピカチュウ。なこれ確定ないですね。確定してないですね。でここでさあどうするみたいな感じ。あーなるほど。もう知ってると山狩り。そうですね。さっきからやられまくったので対応したって。これでまだ0-1なんで、分担がもう一回勝てば猿のストックが1個減る。さあ追いつくんじゃないですか。そして確かに。そうですね。まあでもこれも本家でも一緒ですからね。そうですね。そうですね、一先にしてもらってもいいですよ、挑戦者は。そうですね、一先っていう。さあさあ、いやー対応してきてますね、文旦さん。さあ、おお、取れないよ。おお、なるほど。いやもしかしたらあれかもしれませんね、あのピカチュウの JX 見て、うん、やっぱりこう自分も滑っていきたいなみたいな感じで吹雪を出したのかもしれない。はい。ちょっとコメントしづらいな。ね、ちょっと難しかったね。無茶ぶりやったね。すみません。滑るっていうの難しいですね。難しいですね。おっとっと。さあここでピカチュウが共鳴していく。わおっと 2X に差し込んできた。いいジャンプしますね。しますね。野生の金賞がねやっぱり。さあさあここで画面中央。おっとこれはガードできるか。でおっと見てから投げでしたね今。で、ここの距離は、おー、なるほど。さあ、取ったのが、サル。エンジンさん1本取って、そうですね。流れがつかめたらいいかなと。あと、ここで1本取るのはでかい。おー、見てますね。見えてますね。すごい投げたとわず、力に使って 5X 凶悪になる。おー、まあ、その 5X を読んで、しっかりブロック構えてましたね。構えてましたね。おーっと4枚。おーっと8枚からのおっと拾いきれなかった。おそらくジャンプしていたかなピカチュウが。さあさあここでお互いの体力としてはスイ君がリード。さあここのタクはおーっとジャンプを 5Y で透かしてからの GX。 しっかり重なってなかった。そうですね。やめはし。おーっと負けずと2択を2択をしっかり借りますね。変わりますね。おお、うまいですね。ああ、持ってく？持ってきはしないかな。こっち側で持ってくんじゃないかな、これ。持ってきます？みんな。ああ、そうか。で、まあまあ、水君がもうバーストはあるんで。壁ダメ入れたかったですね、これ。ああ、ここは。さあ、あって。で、ここのじゃんけんはさてどうする。ブンタさん、じゃんけんめっちゃ強いですね。そうですそうです。確定を。ああ、確定取ろうとしたんですけどね。しっかりとここで。まあ、一本取り返して、まあ、状況的にはピカチュウが有利ですかね。そうですね。確定かな。ああ、これは。それを見てください。ああ、狙っていったのかな。狙っていったっぽいですね、今。しっかりジャストして、平成に。もう読まれましたね。読まれてますね。FP の投げ通らなくなりましたね。いやーこれは二択じゃん。二択が強いですね。分断とか強いですね。やはりあホミキャンしっかりホミキャン。おっと投げて、おっと一旦様子見てから6枚。あー今ね壁の下と思ったら、ね、あーなるほど。辛い状況。このまま勢いをつけて、ね、このバースアタックを決めは強い。おーっと
間に合わなかったか。間に合わなかったか。さあ1本取り返して。1本取り返したエンジン。おっと四天王同士アドバイス。ちょっと負けそうな感じが出てきてるのかな。出てきたのかな。いやでもここでエンジンさんを買っておきたいとこでもあるんですね。そうですね。ここ取らなちょっときついですね。きついですね。どんどん後々も強い人いるんで。まああとエンジンくんが仮に分担に勝ったとしたら次誰選んでくるかっていったところですよね、まあ、ピカチュウ同キャラっていうなかなかの闇があるんで最後に回してくるか次に回してくるか。はい、はい、さあさあここからまあただこのブンタンの対応力もありますからね。今さっきからブロックそこで構えてるところ後ろで下がってしっかりフロントで勝ってですね。あ、これちゃったりヒット確認。そうですね、やっぱりお互い読みが。おっとここは読みかな。コマンドミスが見えてます。すいません。おっとおっと当て投げを考えていたところをしっかりヒット確認できずに。そうですね、割と当て投げが最初通っていたんでそこに対して警戒をしますね。おっとこれはうまい。これは辛い状況ですね。辛い状況。おっとここで8割を差し込んだ。そうですね、あそこ結構ジャン X 食らってるとこなんでバックジャンプも借りたいところ。そうですね、8割置いてるところですかね。おお投げる投げる。ブロック。おっとここで画面端に押し付けるリラーチ解放だ。しかしそれを拒否する。あうまい。ヒット確認すごいですね。ジラーチついてるんであんま減らないですね。そうですね、おそらくこれは頭光ってない。頭光ってないですね。350ぐらい。あ86か。全然減らない。全然減らないですね。さあさあ、あ避けれるんだ。確定ではない。ここで画面端状況。おーっとこれは見てからやったんですかね。多分おそらく分担なんでやりそうですね。おーっとまだ持ってかない。いやこれはもう順調ですね。あー辛い。エモンがしかも相手エモンがなんで。エモンがですね、これ処理ですよ。処理処理しますよこの人。わあアイアンテールモン。いやこれでエンジンさんのストックがまた一つ減った。あと1。あと1。さあエンジンさんどうされますか。あちょっと一回ワンクッション置きたい。ワンクッション置きたいと。残ってるのはチタンダさんとトラスケだ。どうしようって投げてますね。やばい、こんなポケモンの中あの主人公おった。あそうエンジンさん一先ワンちゃんっていう手が残されてますよ。なるほどね。じゃあチタンダさん。あ、ピカチュウの一先。あ、ありです。ありです。特回もあるです。あ、